ヒメニオイガメは、ドロガメかニオイガメ属に分類されるカメ。アメリカ合衆国アメリカ合衆国最大高潮13.5センチメートル。種商業マイナーは、より小さいのい。C カンパンやアバラカンパンの後部が、後方にあるカンパンの全部と重なる。廃光の色彩は、薄大色や褐色、高褐色、暗褐色などで、暗褐色や黒の反転や、 筋模様が入る。復興には喉甲板がある。復興の色彩はピンク色、薄黄色、高褐色。下顎の先端にのみ、髭状突起がある。最大野手。廃校はドーム状に盛り上がり、上から見ると細長い楕円形。頭部は大型で、さらに英明の通り頭部が巨大化する個体が多い。頭部には反転もしくは大型の反紋が入る個体が多い。 警部に縦縞が入らない。容体は C パンとあばらパ板にキールがあり、成長しても C パンのキールが残る。孵化直後の容体は、復興の色彩がピンクがかった白。最大高長12センチメートル。廃校はややドーム状に盛り上がるか扁平で、上から見ると幅広い大円形。頭部はやや小型で、通常は頭部が巨大化しない。 頭部には反転もしくは虫食い状の反紋が入る個体が多い。頸部に縦縞が入る。幼体はチーカンパンにのみキールがあるが成長に伴い消失する。孵化直後の幼体は復興の色彩が嫌いな色。亜種、スジクビヒメニオイガメと分布が連続的で分布域の境目では中間型の個体が見られることから平谷オイガメを亜種とする説もあった。 しかし、形態や、酵素のタンパク質の電気営動による分子生物学的解析から、稀に雑種を形成するものの中間型の多くは、別種に類似した個体とされ、別種とする説が有力。アシュ間では、形態や、生態の差異が大きいため、アシュを別種とする説もあるが、分布域の境目では、アシュ間雑種と思われる中間型の個体が見られることなどから、 独立種としての分割を認めない説が有力。河川、湖、川跡とこ、湾所、池、湿原などに生息する。元亜種は主に低質が泥やな腐食質の止水域や流れの緩やかな流水域を亜種、スジクビヒメニオイガメは主に低質が岩で流れの速い流水域を好む。俗内でも比較的流水域に生息する傾向が強い。 夏季に高温になると、深場の泥中に潜る。12翌2月の冬季は、水中、フロリダ州中部の個体群は終年活動する。植生は、動物食傾向の強い雑食で、昆虫、節足動物、甲殻類、貝類、動物の死骸、果実、水生植物、藻類などを食べる。元足は、成長に伴い貝類食傾向が強くなる。飼育家では、 ともぐいや、多種の亀を捕食した例があり、野生下でもともぐいを行う可能性がある。繁殖形態は乱生。春季から秋季にかけて、水中で交尾を行う。4から7月に、水辺の倒木の下や木の根元などに浅い穴を掘り、1回に1から5個の卵を年に2から5回に分けて産む。オスは、校長5.5から6センチメートル、メスは、 高長8センチメートルで生成熟する。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。元アッシュの流通量が多く、アッシュスジクビヒメニオイガメの流通は少ない。アッシュスジクビヒメニオイガメが平谷オイガメと混同されて流通することもある。性質が荒く協調性に欠け、特にオスはオス同士で激しく争ったり。 メスや幼体を攻撃するため基本的には単独で飼育する。ありがとうございます。